手でおなじみのムンムン星人。一瞬が君に始まるときめきメモリアル From Konami。 まあ、大体みんなが好きだって言ってるゲームはほとんど好きなんですけどね。まあ個人的に僕の心の中にある一本、例えば「ゼルダの伝説」っていうゲームが一番最初で、最近は結構字で絵描いたりとかする時間も多いんで、アクアノートの休日とか、あと「兵列車で行こう」とかっていう、自分でその物語っていうのはあんまりそのゲームの方でこう押し付けてくるんじゃなくて、そのプレイしてる中で自分なりに自分のその時間で物語が作れるっていうのかな、早くこう眠そうな時っていうのは割とこうゆったりした物語を想像したりとか、それで全然そういうのを想像しないでやってる時にふっとこうなんか一つのこうシーンみたいなの浮かんできたりとかっていうとこを刺激されるゲームっていうのが今ちょっとハマってる最中ですね。お客さんっていうのをいつも僕意識するんですけど、自分の作品っていうのがあって、でそれに対するお客さんっていう言葉をよく使うんですけども、映画の場合はお客さんが椅子に座ってくれて、それでその最後まで座ってくれてるっていう状況が一番望ましいんですけども、ゲームも基本的には同じだと思うんですよね。モニターの前に座って、でクリアするまで座っててくれるっていうか、
ただその途中のその誘惑っていうのが絶対ゲームのが多いんで、そこをいかにこう最後まで見せるかで、最後まで遊ばすかってことだと思うんですけども、ゲーム映画の場合は最後まで見せて伝えるかってこと でゲームの場合はなんかそのもっとこうアクティブなこう投げかけっていうのかな、そういうのがこう必要になってくるのかなって気がしますね。まあ、最初に RPG のものをやろうって考えた時に、まあ、RPG っていうとみんなの中で結構、ビッグタイトルっていうか超有名なタイトルが何本かあると思うんで、でどうしてもやっぱそれのこうイメージっていうのは僕自身も離れないし、多分ユーザーもそれを頭の片隅に乗っけてやるだろうと。でその時にそこと並ぶようなそういうタイトルと一緒に並ぶものにしたいなっていうのがあって、まあ、パルで一番気使ったところはですね、まず、マップなんですけど、で地続きマップっていうか1分の1キャラクターに対して1分の1のマップでどんどん進んでいくというところをかなりすごくこだわってて、それでどうしても CD ロムっていうと読み込んでる時間っていうのが入るじゃないですか。でうまく演出してやるゲームもあるし、で割とそれはお約束事ってことでさらっといっちゃうゲームもあるんですけど、パルの場合は、そういうとこをこうユーザーが感じないように最後までいくというふうに感じてやってるんですけど、まあ、プレイステーションって僕最初にバッと出た時にゲームをするそのハードっていうだけじゃなくて、なんかもっとこういろいろ遊べるんじゃないかっていうのがこう機械を見た時にそういうふうにイメージしたんですけど、うちに帰ってその必ずその寝る前にゲームをするっていうハードじゃなくて、本当本読んだりとか映画を見たりとかっていうするようなことができるようなハードであってほしいなっていう気がすごいしますね。だからゲームもちろんゲームが好きでゲームが一番だっていうのは僕もあるんですけども、なんかゲームだけじゃなくてなんかもっとこういろんなこう道っていうのが開けるのがプレイステーションなのかなっていうふうに僕は期待してるんですけども。今回はビーチレーサーレボリューションとモーターク我こそはという腕自慢はムームー星人もびっくりするような、それからこのプレプレに関する感想なども、まずそれじゃあ待って、僕は犬ちゃん。
最近枝毛が気になるの、もう歯に困っちゃうみたいな。やっぱり髪のお手入れは大事よねってわけで、今日はあの大ヒットしたアクションゲームジャンピングフラッシュの続編を紹介しちゃうわよ。前回の敵は悪の科学者アロハ男爵っていうわがままな親父だったのよね。今度はそのアロハ男爵が秘密基地を変な奴に襲われちゃって大弱りしちゃってダッサーいって感じ。でもやっぱしブーム星人を助けてあげなきゃねってわけで、ロビットに乗って変な奴を倒しに行くわけ。でも今度の敵は顔はでっかいし、マントとかヒラヒラさせちゃってるし、体もすごく大きくて歯にクラクラって感じ。もう捕まってるムームー星人を無事に助け出せるのかしら。あーハニー、なんだかハラハラドキドキしちゃうわ。それじゃあみんなハニーと一緒にジャンプでゴーよ。今春も発売、昔々剣と魔法が支配していた頃、運命に導かれピエトロ王子は旅立つ。愛と夢と友情の冒険に、超一流のアニメスタッフと画期的なゲームデザインが可能にした待望の正統派 RPG。
東京インセクトズー。東京湾の埋め立て地に立つ昆虫動物園。閉鎖されて数年が過ぎ去ったドームに、あなたの知らない昆虫たちの楽園があった。ティズに生息する世界中の昆虫たち、完全リアルタイムのポリゴン空間、連続するゲームイベント、会話によるコミュニケーション、アクティブトーキングシステム、そして季節によって姿を変えるゲーム空間。愛とは、勇気とは何か、生まれ変わる力とは。旅の終わりに待つ感動がきっとあなたに教えてくれるだろう。プレイステーションフルスペックの次世代ストーリーゲーム、プレイングムービーゲーム、ティズ誕生。